皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ニュースの増田隆久37がコンサート中にセクハラ大歓迎などと発言したことについて10月26日スマイルアップ旧ジャニーズ事務所が朝日新聞の取材に対しコメントを発表した。写真あり10月2日旧ジャニーズ事務所による2度目の会見の様子朝日新聞の記事によると 14日と15日に広島市で行われたニュースのコンサートでメンバーがコントを披露する場面がその際会社社長という設定だったマスダからセクハラ大歓迎という趣旨の発言があったという小ジャニー北川氏去年87の性加害問題に揺れる中波紋を広げたマスダの発言スマイルアップは朝日新聞の取材に対し 特定の人物を念頭に置いたものでも、セクハラを容認する意図でもないと承知している、としつつも、可用な発言を行ったことは承知している、と回答。ニュースメンバーや所属タレントに注意喚起もしたという。しかしこの公演中、マスダは他にも気になる発言をしていた。15日の夜公演で、マスダさんは、ジャニーズ魂は永久に不滅です。ネットニュースになれ。 と挨拶したというのです。さらに、ジャニーズ生まれ、ジャニーズ育ち、とも発言したと言います。スポーツ指揮者、旧社名にはマスダも愛着があるのだろう。しかし、10月17日にジャニーズ事務所から社名を変更し、スマイルアップは被害者救済とともに再建の道を模索する真っただ中だ。そんな転換期を迎える中、ニュースの他のメンバーからも大胆な発言。 が相次いでいるのだ。嵐の桜井翔さん41は10月2日に行われた会見に先立ってエージェント契約に関する説明を受けていたとニュースゼロ日本テレビ系で明かしていましたが小山慶一郎さん39は14日の講演でエージェント契約についての説明会がないと発言しました。この発言にはファンからも驚きの声が上がっていました。前出。 スポーツ指揮者20日に放送されたニュースの全力。メイキング TBSK ではかつてニュースを脱退したメンバーに話題が及んだ。ゲストとしてセクシーゾーンの中島健人さん29が登場。22年末にマリウス洋さんがセクシーゾーンを脱退し芸能界を引退したことに触れ、加藤茂明さん36は円満だったじゃないと言いました。 ニュースも過去にメンバーの脱退を経験していることから、小山さんが、俺らが円満じゃなかったみたいになるよ、と突っ込むと、加藤さんは、円満じゃねえだろ、どう考えても。と発言したのです。前出、スポーツ指揮者、また、加藤は10月2日の会見で問題視された、NG リストの存在にも触れている。10月9日に行われたニュースのコンサートにカトゥーンの中丸雄一さん、 40が見学に訪れていました。講演中にニュースのメンバーが中丸さんを紹介した際、加藤さんが中丸くんの名前出していいの。NG リストに入ってない、といじるような発言もしていたそうです。前出、スポーツ指揮者、タレントの広告企業を見送る企業が続出するなど、タレントたちの活動にも性加害問題の余波は続いている。そんな中、ぶっちゃけ発言。 が相次ぐニュースのメンバーに、SNS 上では心配の声が上がっている。どういう流れからの発言かはわからないけど、今の時期だと慎重になるべきだったね。揚げ足取りたちもいるからさ、なんかニュースのメンバーも今回の件で苛立ってる感じは受けて取れるけど、今は抑えるとこは抑えないとね。ドンマイです。ニュースの中では増田さんに好感を持っていたので、ちょっと前から大変残念な気持ちになっている。 やはり少し休んでケアしてあげてほしい。わざわざ言わなくていいことをあえて言うのはやはり心配だよ。まっすー大丈夫かな。直接会場でその話を聞いたわけではないけど、まっすーがどういう信念を持ってアイドルを続けているのかは知ってるよ。とにかく笑顔になってほしいな。今は難しい時期だから色々気をつけなくちゃいけないだろうけど、チームニュースみんなが笑顔になれるといいな。 9月に CD デビュー20周年を迎えたニュース。記念すべき1年に性加害問題の影響で思うような活動ができず、じくじたる思いを抱えているのかもしれない。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。